はい、ということで皆さんこんばんは、生徒たちの川島です。今回の動画ですね、二重顎の話をしていくんですけども、皆さん、二重顎っていうのはある筋肉、その筋肉を意識するだけで全然変わってくるんですね。その二重顎っていうのは何が大事かと言いますと、大事なのはベロの筋肉です。ベロ、やる、あれですね、ベロ。このベロの筋肉っていうのは顔の筋肉いろいろある中でも喉、この辺を上に上げる筋肉なんですね。この辺を、ですよ、これがベロが下がってると、いう感じ、違いません。要はベロの筋肉が常に上にあるか下にあるかで、実はね、喉のね、たるみっていうのは変わってくるんですね。ただしかし、やっぱりこう脂肪がついてるタイプの人はやっぱり脂肪を燃やす必要がある、まあいわゆるダイエットする必要があるんですけども、たったそのある一個の筋肉を鍛える、まあ位置をね、しっかり変えるだけで、実はね、二重顎っていうのは少し軽減するんですね。なので今回はそのベロの筋肉を鍛える方法をね、今回レクチャーしていこうと思っております。まあなので今回はベロの筋肉の初級編、中級編、上級編、この3つこの3つのトレーニングをね、レクチャーしますので、ぜひね、運転中とか授業中とかデスクワーク中でできますので、やってみてください。では早速やっていきましょう。はい、ではまず舌トレーニングの初級編なんですけども、初級編はまず単純にベロの筋肉、ベロを上と下にまあ動かしていく運動ですね。簡単に言うと、ベロってのは普通に何もしてない時、普通に喋ってない時ってのはこれ下がってる時で、上がってるとこんな感じで、実はね、このベロの筋肉ってのは上にペタッとついてる方が実はいいんですね。はい、ちょっと頭蓋骨ありました。いわゆるの裏面、ここにベロがペタッとついてる方が正しいベロの位置なんですけども、通常皆さん筋肉、いわゆるベロの筋肉が弱ってる人は下に下がってる人が多いんですね。ちなみにこのベロが下がってると、まあ、口呼吸とかの影響が出ます。なので口呼吸になってくると、いわゆるアデノイド症候群とかっていう口元になってきますので、僕はね、人に言える立場じゃないんですけども、まあね、そうやってこうベロの位置を変えるだけで、いわゆる口呼吸から鼻呼吸に変えることもできるんですね。なおかつ口呼吸から鼻呼吸に変わると、いわゆる蓄膿とか副鼻腔炎の予防とか、風邪が引きにくいっていう研究もありますので、そういったメリットもあります。で、そのベロの位置を上に上げるだけなんですけども、ベロの位置を上にっていう運動がまず初級編ですね。初級編は単純にベロを上につけるっていう運動です。なので30秒間上にベロをつけましょう。30秒つけて10秒休憩、30秒つけて10秒休憩、30秒つけて10秒休憩、これを4セット繰り返します。そうするだけで簡単にベロの位置がトレーニングできるんですね。ではとりあえず30秒ですね、一緒にやっていきましょう。ではいきます、スタート。この時に歯のところにつけるだけじゃなくて、しっかり喉の奥までしっかりベタッとつけましょう。いわゆるベロの付け根のところまでしっかり上に引き上げましょう。はい、終了です。はい、これが初級編でした。まあ簡単だと思うので、まあ、これ運転中とか授業中とかデスクワーク中に多分簡単にできると思いますので、まあながらでね、ぜひやってほしいなというふうに思っております。これ初級編ですね。次、第2ステップ、いわゆる中級編ですね。まあ中級編は若干厳しくて、これはいわゆるベロを歯の周りでぐる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 回すという運動ですね。これを左回し10回、右回し10回という感じでやっていくだけで、いわゆるベロを出す、いわゆる前に出すような筋肉、まあ、ベロを前に出すってことは、ベロを上に上げる筋肉が鍛わりますので、ベロの筋肉が鍛わってくれるんですね。なのでじゃあ一回ですね、一緒にやっていきましょう。まあ簡単で大きくゆっくり回すのがポイントです。これはあと唇の間にベロを入れて、はい、こんな感じで。じゃあまず一緒にですね、10回、右10回、一緒にやっていきましょう。ではいきます、スタート。次、反対向きいきます。まあ軽く休憩しましょう。休憩して次反対向きいきますよ。よい、スタート。はい、
い。という感じですね。まあ多分地味にきつくないですか。このトレーニングは、まあ、あまりね、人前で多分できないと思うんですけども、やっぱりこう、家の中でね、テレビ見てる最中とか、お風呂入ってる最中とかね、ぜひね、まあこれもながらでね、ぜひやってみてください。これが、ベロトレーニング、ゼストレーニングの中級編でした。で、最後に上級編なんですけども、上級編結構厳しくて、要は、顔をですね、上に上げた状態で、上向いてる状態で、この状態でベロの筋肉ってのは若干これ伸ばされてるんですね。伸ばされてるんですけども、この状態でさらにベロを上に上げます。うん、そうするとやっぱすごくね上げにくいと思うんですよ。上げにくいからなおさら上に上げてトレーニングします。そうするとベロの筋肉かなり鍛われますので、この状態で鼻先をタッチする感じ、上下上下って感じでベロの運動をします。上げた出した状態で、うん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 、という感じですね。という感じで、これは結構きついので、1分間の3セットします。ではですね、じゃあ一緒に1分間やっていきましょう。いきまーす。っていう感じですごい映像だったんですけども、これを3セットからぜひやってみてください。なのでこれは結構きついので、まあ、しかもねきついし人前でできるものじゃないので、やっぱり家の中でしてほしいんですけども、はい、 OK ですか。では休憩したらですね、もう一遍上級編いきますよ。いきます、よーいスタート。うんうんうん、で慣れてきたらちょっとスペースを上げましょう。うんですね。で多分ねだいぶこの時点でも顎周りが多分引き上がってくると思うんですよ。なのでこれやってくるとどんどん引き上がってきます。では次最後3セット目いきましょう。いいですか、準備は。ではいきます、よーいスタート。うんうんうん、ガンガンいきますよ。うんうん、で思いっきり思いっきりベル出して、思いっきり、ちなみに口呼吸になってくると、海外では口呼吸を直してベロの筋肉を鍛えて鼻を高くするって方法があります。これミューイングという方法なんですけども、これミューイングにもつながってきますので、ミューイングをするとEラインが綺麗になって、なおかつ鼻がね
高くなってくるっていった研究なんですね。そのミューイングもね効果がありますので、ぜひねそういった感じの今回ねベロトレーニングの紹介でした。今回のトレーニング暇かったらねやってみてください。そしてぜひねインスタグラム、ツイッターの方もねチェックの方よろしくお願いします。そしたらねグッドボタン、チャンネル登録の方もねよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、今回の豆知識コーナー、今回紹介するのは顎をね25改善するには実はベロだけじゃないんですね。それは次大事なのは骨盤なんですね。骨盤の位置がグッと倒れてると実は猫背になっちゃいます。まあ、ここまでなってなくても骨盤が倒れると首が前に出ます。そうするとこのたるみがね出やすくなるといった姿勢の法則がありますので、デッドトレーニングをするのも大事なんですけども、プラスね骨盤を倒れてるのをしっかり直すっていうのも大事になってくるんですね。骨盤が倒れるとこんな感じ、起き上がるとこんな感じ、姿勢だけでもこんな感じ変わりますので、二重顎をね直したかったらデッドトレーニングと骨盤を直すこと、これをねぜひね参考にしていて、まあ覚えていってください。またね骨盤の動画も撮れますのでね、また、お待ちください。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、今41歳になります。41歳。はい、チーズリーグのその秘訣っていうのを聞いていこうと思って、今回はね、はい、何を食べるかも重要ですけど、はい、食べたものをどう処理していくかが実は重要だったり、はいはいはい、いわゆるとそれを入れて飲んでます。徹底的に睡眠を見る老化が、まあ、見た目で言うと8割って言われてる。本当にアンチエイジングですね。